2チーム、よさこいソーラン上川中央支部所属のサビ、そして旭川霞組の皆さんです。この2チームで、この、ウエスタン長山ですね、パワーズのお祭りですね、春祭り、そして、夏祭り、本日秋祭りということでですね、毎年、こうして、年3回踊らせていただいております。おなじみの、この会場となって皆さんもですね、最後の、本日も踊りますけども総踊り神ども、今年でですね、14年を迎えるということで、この、秋祭りの後ですね、もう2ヶ月後なんですけども、我々のよさこいソーラン上川中央支部の、神ども祭りですね、冬の、支部大会神ども祭りが、また旭川市民文化会館で、開催されます。今年はですね、少し早くてですね、11月の、6日ということで、神ども祭り開催されますので、ぜひですね、よさこいソーランの、この上川中央支部のチームの集大成、そしてですね、よさこいソーラン祭り本祭で、大賞、準大賞、そういった、賞を取られているチームさんもゲストも、たくさん参加されるお祭りですので、そちらの方も、楽しんでいただければ、嬉しく思います。それでは、本日、2チームの、1チーム目の、チーム演舞をさせていただきたいと思います。よさこいソーランチームさんですね、今年で、10周年を迎えることが、できました。本当に地元の、皆様のご声援あっての、ことでございます。本当にどうもありがとうございます。今年もですね、アイヌ神話をテーマに作品を、作ってきております。またですね、その、アイヌ神話の部分だけではなくて、曲の中に、今年旭川の民謡石狩川流れ節を、初めて取り入れております。そちらもですね、ぜひ注目して、ご覧になっていただければ嬉しく思います。それでは改めまして、精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。サビ&コーイってカズイ
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。退場させていただきます。